にちは。こんにちは。さあ今日も、はい、ゲームです。またゲーム？ゲーム負けるのに勝ちたい一回は勝たせてくださいよ。まあでも今日は勝つんじゃないですか。ほらこれ多分運じゃないですか、うん、これワニアニパニック、はい、で、はい、今日のゲームはこのワニアニパニックでこうねやっていってで挟まれたらこの宴会トランプ、はい、今までで一番楽しかったコンパの話とか、はい、酔って電車でダイナミックに寝過ごしてしまった話とか、うん、いやそんな知らないとか持ってないエピソードいっぱいありますね、はい、あの持ってなかった場合は、はい、下に罰ゲームがあってその罰ゲームをやらなきゃいけないです。それやらなきゃいけないですかこれ勝敗は決めますか。はい、勝敗じゃあ10回戦しよう。はい、でどっちがいっぱい勝つか。勝つか、うん、あ、でもこの罰ゲームは別ってことですね。この罰ゲームは別、はい、あ、これ入れとこ。ウゴンカードっていうのが、はい、ウゴンカードを引いた場合は何もしなくて OK っていう、ジョーカーみたいな。そう本当に飲み会のやつですね。見た、はい、スタッフが買ってきたんで。やってんですかこういうコンパで。コンパで使ってるんですか。もちろんですよチャラいなコロナ禍で生きてへんで強がりやで、あれ完全によく言うやん、モテてもないのにモテてるやつ。うそやで。よう、コンパでさ、何人か連絡してくれてみたいな。逆に怖いわ、お前、コロナ禍でコンパしてたら。確かに。よし、OK。はい。じゃあまずワニワニ。ワニワニ、ね。先行後攻決めますか、うん。最初はグー、チョキ、グー。チョキが勝つんだよなー。はい、OK。はい、じゃあ私。開けた瞬間にランダムでどこになるか分かんないんですよ。じゃあ私、後攻。あ、じゃあ俺から。これ、意外と怖いんだよな。痛くないですよね、これ。早いね早いね、はい、裏切らんすね、はい、どうですか、はい、好きなの入れてください。じゃあ真ん中ら辺から引きますよ、はい、じゃあ見せてください。今までで一番辛かった二日酔いの話いやこれはありますね。はい、なんすか。いや二日酔いも もちろんすごい辛かったんですけど、二日酔いでこうパッと目覚めるじゃないですか、うん、で、カバン見たら携帯と財布両方なかったんで、うん、でも気持ち悪い、うん、もうどうしていいか分かんない、うんうん、もうほんと大変なんですよ、うん、で、まあ私姉とすごく近所に住んでるので、うん、姉に姉のところまでもうほぼもうほんともうウォーキングデッドですよ、こんなになってでも姉がいるかどうかも分かんないんですよ、うん、とりあえずピンポンしてあの、なにちゃんあのとりあえず開けてって言って、であの姉の携帯で私の携帯に電話してもらって、うんうん、で携帯は友達が持っててくれたんですよ、うんうんうん、で財布はなくなっちゃったんですけど、でもうないないんです、なくなっちゃった、うんうん、で姉の家であの寝て、うん、姉が携帯取ってきてくれましたどうですか今、これね聞いてて辛くなければ罰ゲームです。辛くないですはい、罰ゲーム。え、財布と携帯両方なくしたら辛くないですか。めっちゃしんどくないですか。うわ大変ってなりません。え、その時の状況を一人ミュージカルで再現っていう罰ゲームがあります。ミュージカルで再現得意じゃんミュージカルよろしくお願いします。どうやってやればいいんですか。ちょっとミュージカルだったら、はい、じゃあ行きます、うん、気持ち悪いよでも携帯がないよ助けてよかったんちゃうめっちゃよかった、よかったよかった高松さん2回戦、はい、だこれあれだ、10回戦っていうよりどっち5回負けた方が終わりだ。そうですね、うん、はい、はあ、はい、じゃあ負けた人からですよ。もう嫌だもんこれ怖い、もうビクッてするもんこれ。もぞもぞじゃあこれはもうないよ、ない、一本残ってんじゃん。いやセンター行こう、センター、はい、はい、これにしよう。何ですか。え、酔っ払ってこんなところで寝てしまった話。はい、何ですか。あの大学の時に、はい、あの俺相模湖だったの寮が、うん、で八王子で
飲みに行ってて、はい、でもあの練習とか全部終わって出たら門限あるんだけど、もう電車がないから門限帰れない、ね、でしかも八王子からあの相模湖までタクシーで帰ったら、はい、学生で払えない、ね、はい、でどうするってなって、うん、みんなで4人ぐらいで、はい、これもう泊まるしかないな、うん、男ばっかりで、俺らの時だったらカプセルホテル、うん、まあ今もあるけど、はい、でもカプセルホテルも5000円ぐらいするのよ、うん、5000円は払えんよな、うん、学生で1人5000円、うん、うん、でも夏だって、うん、野宿やな、うん、ってなって、はい、ビルのさ階段の踊り場あるじゃん、はい、ここにもあるけど、うん、でそこにあの段ボールがあったの、はいはい、段ボールを引いて、はい、その鉄の上に、うん、で全員で段ボールをかぶって、はい、ザコメです、でそんで、うん、で寝ててでみんな起こしたら そこがなんかのお店でそこのなんか人が出てきて、はい、お前ら何やってんねやって言った、うん、でなんか寝てましたみたいな、はい、あのお前らこんなとこ登ってきていいんかみたいな言われて、うん、もうちょっと待ってくれ、まあ、店長呼んでくるからって言って、はい、いなくなった瞬間に走って逃げたって、だからもうビル の, あの階段です、3階ぐらいのところでみんな段ボールかぶって寝たと、うん、全員で4人ぐらい、ありえない場所でなければ罰ゲームどうですか。いやありえるの意外と、あれ、うん、ありえる、ありえる、寝たことあんの。いや私もね段ボールで寝たことある。いやその階段の踊り場で野宿したことあるの、うん、全然できるな。できるとかじゃなくてないやろ。いやないけど、ほらだってね、酔って携帯をどうしたっていうのはある話だもん。ないですよ人生で。まあ、私はないですけど、まあ、だからほぼないと思うよ、ね、はい、セーフ、まあセーフ、はい、ねえ、じゃじゃん、ドキドキすんなこれ。怖いんですよ結構。あ早い早いよ、早いね、早いね。あ弱いな。どうですか、どうしますか。エピソードないですよそんな。はい、え居酒屋にこんなシステムがあればいいのに。あ私不満とかないんですよいつも。だからもうさらに良くなるためにっていう。良くなるために、うん、キュウリの浅漬け全部無料だって。そんなキュウリの浅漬け無料でってな、その全然いいと思わへんもん。だってキュウリの浅漬け好きなんだもん。じゃあキュウリの浅漬けも読みして。ミュージカル風に言うんですか。キュウリの浅漬けはミュージカル風に注文全部ミュージカルじゃないですか。すいません、キュウリの浅漬けをください。高橋さん、オファー来るよ、オファー来るよ、これは。うん、オファー来る来る、いいいいいい。はい。あー、怖い。これ、真ん中が2回来ることないと思うんだよ、俺は。真ん中。1個残ってんな、これ1個じゃ。うえぇー、あといくつ、あと5個、あと5個、よっしゃー、うえぇー、あと3つ。うわ、痛く。だからもうあれだね、俺がセーフだったらもう袴田さんを取ったらね、はい、これ一番下行こう。はい、イエーイ、何もない。なんでこんなの入れてるんですか。いや入ってた、分かんない、やっとラッキーそれはなし、ダッチじゃないもん、だってコンカードじゃないもん。でも引いたもんだって。佐藤さん、さっきカードちゃんと確認しました。うん、あ下にそれ入れといたんだ。いやでもこっち切ったじゃん、めった切ると、うん、なんかなかなか下ってほら一番下って動いてないんですよ。いや俺一番下が、だって俺の切り方ってこうだから、はいはい、あ下をこう持っていくんですか。そう常にこうやって、い
やった。すぐ逃れる。しゃあないしゃあない。しゃあないしゃあない。しゃあない。引いたのなんか書いてなかった。先生いつも佐藤さんの書いてなかった。だって何も書いてなかったんだもん。青空チェックしてください。青空。もう行きましたよ。ああ。これ怖いんだよな、意外と。オッケー。さっきここでしたっけ。うん、さっきここだよ。あれ、そうでしょ。おお、まだ4つ。正面はないやろ。うわー、やったー。またー。あ、今何回負けてます。いや、これ今2杯ずつ。2杯ずつ、はい、じゃコンパあるある。コンパあるある、はい、うん、コンパあるあるは、はい、皆さんも必ずあるあると思います、うん、可愛い子連れてきてねって言うと、あの、自分より可愛い子は絶対連れてこない感じ。そんなことないですよ。あるよな。ある確かに。で、あの、女の人の可愛いは服装とか雰囲気をよく言います。でも男の人が求めてる可愛いは顔です。そうですか。うん、なんか雰囲気可愛いとか。もし私がコンパで漢字をやるんだったら、うん、なんかハズレだったって言われたくないから、めちゃくちゃ絶対にって言うよね。言うんだよ、言うんだよ、言うんだよね。でも結局そうなのよね。あと基本的に漢字は持てないんですよ。それはよくわかんないですけど、そこまで俺あんまりしたことないから。でもちょっとね、このあるあるは今言ったのはもう世間にありふれすぎてて。だからあるあるじゃん。だから世間だってあるあるなんだから。よく言われすぎてて、ま、なんか真新しさが全くなかったです。そういうのじゃないもん。だってあるあるだから。だからないないじゃないのよ。あるあるよないことはない、ないないじゃないよね。はい、はい、なんかやってくださいよ、罰ゲーム。はい、はあ、最近ハマった。もうやだよ。もうやだよ。どうぞ。焼肉のキャベツは焼く派？生派？はい。ちょ、ラッキーモンドクイズじゃん。私は生派。これね。あ、じゃあ、じゃあ、待って待って待って。多数決で少数派だったら罰ゲームらしいの。生派？私生派。じゃあ夜間の人。はーい、はい、少数派。いやいや、あの、青空くん生派だよね。おわ、いやー、3対1です。少数派の場合は、キャベツの、ミュージカル風で焼肉屋でキャベツを注文する。しかも生の。書いてたもんだって。そうです。少数派の人はじゃあ罰ゲーム。書いてないよ。じゃあ多数ミュージカル風なんて書いてないもん。ここ書いてます、ここミュージカル風。それは最初のやつ。もういじめだ。ミュージカル風で、あの、キャベツの生を注文してください。生キャベツね。生キャベツね。もうノリでいきます。はい、ノリノリ、うん。私が欲しいのはキャベツ生で。はい。あれ、でもあるね、ある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 そういうのあるある。あ、いい、ね、俺結構ミュージカル見に行くのよ。あ、そうですか。劇団四季とかある。そういうのある。はい、よかった。すごい、うん、じゃじゃん、はい、はい、あ、何回やるんだこれ。もうだって5回負けないからさ。はい、へい、はい、早くない？早くない？はい、はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。早くない？佐藤さんのミュージカル見たいんですよ、私は。焼き鳥はタレ派か塩派か。あ、そんで少数派の人は罰ゲームになるのね。はい、だからせーので上げて少数派か多数派決めよう。はい、ね、今4人、あ、4人いるからね。はい、だからじゃあ右手がタレ派、はい、左派が塩派ね。どっちがいいかな。焼き鳥ね。はい、じゃあいきますよ。左手が塩ね。はい、じゃあすってあげてくださいね。せーの、はい、全員しよう。イエー、多数派。ねえ
さっきのキャベツもそれにしてほしかったな、そういうやり方に。あのさ、それを覚えつかなきゃ。じゃじゃん。はい。しかも、あの、俺からなのにね、負けたから。あ、本当ですか。先走ってるよ。おい。1個残ってんな、8人。はい。ああ、やらないくん。佐藤さん、リーチだったのに。これ。はい。たくさん飲んでも大丈夫？二日酔い対策の話。あるんですか、二日酔い対策。ね、二日酔いからのね。二日酔い対策？うん、そんなのも気合いしかないですよね。気合、気合です。試してみようと思わなければ罰ゲームです。いや、みんな気合でいきません？ねえ、アゾラ君、はい、気合、気合ではいかないよ。だって二日酔い対策気合ですみたいな。それなんかあのウコン飲むとかさ、ね、うん、あとはなんかちゃんぽんしないようにするとか、あとなんか牛乳とかヨーグルト飲むとか。佐藤さんね、前多分なんかのそのお酒の話かなんかの時に、いやもう気合で言ったらね酔わないみたいな、もうこんなガブ飲みしても飲まないみたいな。じゃあ勢いです、それは勢いで飲むから。あと俺は二日酔いになったことないから、でも気合でいけば大丈夫って。でも試してみようと思う、気合で。思わん、俺も思わへん。試し方も分からへんし、はい、もうこれから先生と口聞かない。もう先生とは口聞かないもん。心配なのでやめよう、心配なの、うん、もうアズラ君としか口聞かない。じゃあ最終戦。はい、あ、罰ゲームいいんですね。よっしゃ、これで負けたら罰ゲームね。はい、あった、OK、で今回の罰ゲームはミュージカル風に勝者を勝者を勝者を叩いて自分をこう戒める、はいはい、こうコメントでミュージカル風ね、負けた。わかりました、はい。でもそれがだから罰ゲームだから、もう引かない。はい、いいですよ。じゃじゃん、私からじゃんけん。最初はグー、じゃだから勝った方が選べるのね、先攻、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、じゃんけん勝つんだよな。じゃあ後攻。これ俺ミュージカル風やったことないか。走、俺も走っとこう。あいや、もう私何回もやってるから見たくないって。見たくないって私の。だそれで、はい、あのだから勝者を、勝者を称賛して、勝者を称賛して、で、敗者の自分を戒めながら、お別れのエンディングの幕が閉じる挨拶までお願いします。難しいよ、そんなの。ちょっと考えないと。うん。最高だったね。また勝ったわ。いや、いや、これ絶対佐藤さんが何かやってるの見たいですよ、みんな。いや、俺もやりたいよ。でも、勝っちゃうからさ。やっぱり勝っちゃうんだよね。え、じゃあなんかあの勝者コメント一言ミュージカル風の時くださいよ。オッケーオッケー。なんかちょっと一言でミュージカル風でお願いしますよ。では行きます。今日も里崎が勝ちました。里崎さん、あなたはなぜそんなに強いの？強い理由を教えて。それは能力です。私はバカなのね。なんでこんなにバカなのね。悲しい。でも頑張る。皆さん応援してね。さよなら。